はい、それではですね、今回の動画では、エクセルの関数で e、e デート関数という関数がありますんでね、まあ、その関数の使い方をやってみたいというふうに思います。で、この e デートの関数なんですけども、まあ、言葉で説明しますと、開始日の日付から、 数値で指定した月が経過した日付データを求める関数ということでまあ簡単に言っちゃうと要は何ヶ月後の日付を求める関数ですねになりますので早速ねじゃあそのやり方をこの表を使ってやってみたいと思いますではまずここ貸し出し日というのが今この表だとありますのでここでじゃあこの動画を撮ってすます2014年の9月の25日と入力しますでこの期間,ですね期間をじゃあ2ヶ月ということで2にします で、この返却期日を求めるというときに、このイデーデント関数というのを使いますので、この返却期日のところ、このところをクリックをして、関数の挿入ですね。はい、でこのイーデント関数は、分類でいうと日付と時刻のところにありますので、そこを選んで、関数名の中をクリックして、アルファベットの E を押します。はい、そうしますとも、もイーデント関数一発で表示されましたので、ここを選択した状態で OK と。はい。 そうしますと、このイデント関数のボックスが出てきましたので、まず今、返信日はここの2014年の9月の25日のところ。はい、でえ、期間が2ヶ月。そして、OK と。はい。そうしますと20、2014年の11月の25日が返却期日ですよというのを求めることができました。はい。こういった感じでね、イデント関数の方を使っていただけると便利なんじゃないかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。